えー、さてここからは少しし現実的な話をしていいいきたいと思います皆さんご存知のように大学に通うためには学費を払わなければならずこれが毎年約7万ドル日本円にして800万円とかなり高くなっていますハーバードでは学生の負担をできるだけ軽くするためにかなりジェネラスな寛大な奨学金システムを持っています これによってなんと約55%半数以上の学生が奨学金を受け取っており20%の家庭が一銭も払う必要なく大学に通っています、えー、学生が安心して大学生活を送れるようハーバードの奨学金は一切返済不要です。ニードベーストというシステムを取ることで親の年収に応じてどの学生にも平等に必要なだけ奨学金が支払われていて留学生アメリカ人国籍関係なく平等に受給額が審査されます。 アメリカの大学ではよくアメリカ人の方が留学生よりも奨学金において優遇されることがありますがハーバーバドででははこれは完全に平等です実際ハーバードのウェブサイト上に、えー、両親の年収等を打ち込んで奨学金のの予想額を計算でできるる場所があるのでぜひ調べてみてみくださいまた「NEEDBLIND」ブラインドというシステムによって国籍関係なく奨学金を申請したことが皆さんの受験に不利にならないようになるシステムもあります。 とまあこのような奨学金システムですがあやささんははちなみに奨学金は申請されましたかえ私も受験時には奨学金に応募しましたし実際ハーバードからはかなりの額の奨学金を頂ける予定でしたがその後日本の柳田正財団という奨学金財団に合格して年に7万ドル頂けることになったので今は大学からの奨学金はもらってはおりません。 ちなみに日本国内の奨学金の詳細について気になる方はぜひこちらの動画をご覧ください。と思いますハーバードの受験は2回あります。1回目は Restrictive Early Action で Restrictive つまり他の大学のアーリーには応募はしてはいけませんが Action つまり受かったとしても必ずしもハーバードに来る必要がない。 レギュラーの受験の他の大学の結果を踏まえて、ハーバードに来るか来ないかを後から選べるというシステムになっています。例年11月1日締め切りで、12月中旬に結果が出ます。2回目はレギュラーアプリケーションで、例年1月1日締め切りで、3月下旬に結果が出ます。えー、毎年アーリーアプリケーションの方がレギュラーよりも合格率が高くなっていますが、2つの受験時期において合格基準は全く同じです。 アーリーの方が、まあ、毎年合格率が高いのはアーリーに出す人は準備を早く終わらせられるだけ優秀な人であったり、まあ、ずっとハーバードが第一希望でそれだけ熱心な学生である傾向なのに対してレギュラーにはまあ記念受験の生徒などを含めて本当にさまざまな学生が受験してくるためアーリーの方がだいたい合格率が高くなってきます。 毎年のハーバードへの出願者数は全世界から4万人以上合格率は4.6%と狭き門になっており合格率は年を追うごとに下がり続けていますこちらの動画に海外トップ大受験の概要などをまとめたので詳細が知りたい方はぜひご覧ください、えー、以上でハーバードの大学説明会を終わりにしたいと思います本日はお忙しい中ご覧くださり誠にありがとうございます 質問や動画のリクエストとその他ご意見などは私のインスタグラムのアカウントで常に受け付けておりますので気兼ねなくメッセージを送ってくださいまたアメリカの大学についてもっと知りたいという方は是非チャンネル登録をしてみてくださいあやさんも今日はありがとうございました、えー、それでは皆さんまたお会いしましょうハーバードでお待ちしております